ニュール走ったよ、ニュール走ったでしょ、アウトバーンで、このなんか日本の道路の高速道路の硬さ感っていうのは300キロになるとどうなのかなっていう、フラットになるのかどうか、あの、ね、正直言うと、ポルシェターボと2台でアウトバーンテストやったんだけど、はい、200キロ以上の世界は GTR の方が安心感ある。あ、やっぱそうなんですか。そうそう、悔しいから、まあ、悔しいっていうかなるほど。だから日本の一般道の使い勝手が一番 GTR が苦手なね、はい、スピード以下も分かんないね。そうですよね。40キロ50キロぐらいで渡ちがある、一般国道トロトロっていうのはね、はい、高速通りって100キロの世界行っちゃえばさ、ある程度もうここから上は GTR の世界だから、うん、いやー、この加速でやられちゃうな。やられちゃいますよ、みんな。最近のスポーツカーは、いわゆるこうツインクラッチもしくはシングルクラッチの2ペタルが多いですね。でドライビングは何といってもこう基本的にはマニュアルミッションの3ペタル、まあ、自分でブレーキ踏んで、自分でクラッチを踏んで自分でギアダウンしていく、つまりそこにあるのは車との対話がものすごくありますね。例えばこういうふうに半クラの位置でちょっとこう止めてあげる、一呼吸置いて加速して、完全につながったらアクセルを踏むというような感じが、スムースな発進テクニックになるわけですね。ハンドルを切るということはフロントのタイヤがねじられます。ねじるとタイヤには接地面と路面との間でこうねじれの力が生まれますね。それが車の向きを変える原動力になるわけですから、